こんにちは、山際です。今ペルーのリマにいるんですけども、まあ、そこにあるですね、日本人宿、かなり有名な日本人宿なんですけども、お宿桜子というですね、宿に、まあ、前にやってきています。で、まあ、ここですね、まあ、見た目から宿の様子が全然わかんないんですけど、まあ、サウナ友達って書いてあってですね、まあ、サウナ施設、プール施設として、まあ、営業されているその奥にですね、まあ、宿が日本人宿として、まあ、提供してくれてる施設がありますので、まあ、ちょっと今回こちらに、まあ、僕もうすでに泊まっているんですけども、まあ、どんな感じの様子なのかっていうことをですね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。まあ、本当にいいですね、まあ、ペルーのリマに来たら、まあ、日本人宿が全部で2つか3つ確かあったと思うんですけども、まあ、大体、まあ、ここかもう1つの方に、まあ、行くような感じになっています、まあ、そのうちの1つですので、まあ、もしですね、まあ、リマに来る機会がある方はですね、まあ、ぜひ何かこう参考になれば幸いだ、嬉しいなと思いますし、まあ、こんな世界にはですね、まあ、こんな宿があるんだなということをですね、まあ、たまには、まあ、知っていただく機会になってもいいんじゃないかなと思うということで、ちょっと中に行ってみたいと思います。はい、まず中に入ってきますと、まず最初にサウナがあります。まあ、サウナ1回入るのにだいたい500円ぐらいの料金で入ることができます。で、連日、まあ、これ今人がごった返しているのはプールなんですけど、プールにこう入りに来るお子さん家族連れがとてもとても多い感じになっています。で、今多分これレッスン待ちな感じですかね。はい、ちょっとまずはこれプールの様子です。まあ、これですね、レッスン時間を除けば僕らもこれプールに入ることができますので、はい、泳ぐことができます。25メートルプールですね。では、まずはちょっとですね、ドミトリーの方に行きたいと思います。はい、まずドミトリーですね。はい、まあ、こんな感じになっておりまして、まあ、ちょっとこうテラス席というか、まあ、お庭があって、で、中ですね。おっと、今誰もいないですね。こっちがドミトリーの方の館になってます。こういうふうに漫画雑誌、食器とかですね、まあ、こういうキッチン全て完備しています。はい、かなり広々としたスペースなのでゆっくりすることができますし、見てください、NHK が放送されてるってですね、日本の番組が放送されてます。で、いろいろこういった今の観光情報とかも書かれた、まあ、情報がたくさんありますので、とても快適に過ごすことができますし、まあ、本当にいろんな、なんていうんですかね、情報もここで手に入れることができます。はい、ちょっとじゃあトイレとかシャワールーム行ってみましょう。まあ、これトイレですね。はい、こっちシャワールームになります。で、これ嬉しい、このお宿桜子の嬉しいところなんですけれども、洗濯機を無料で利用することができます。はい、まあ、これはなかなか宿ではないのでとても嬉しいやつですね。で、シャワーです。もちろんホットシャワー抜群です。こんな感じが今 あのドミトリーの方の館になっています。で、ちょっと個室の方の、部屋のタイプのところはまた別館がありますので、ちょっと今度はそっちに行ってみたいと思います。個室のある部屋はですね、このプールの中をくぐり抜けていかなきゃいけないんですけども、ここを抜けるのがかなり大変です。よいしょ、プールをこう渡っていきまして、まあ、このね、一見従業員専用入り口みたいなところから入っていきます。はい、個室部屋、右側が受付になって、個室の方から行く。
宿桜子の大晦日バーベキューが始まってますが、黄色いものを身につけるといいんだね、ペールをね。ね、ハッピーニューイヤーは黄色らしい。うん、おにぎり。おにぎりね、めっちゃ美味しい。ゆかりのおにぎりなんどうやってゆかり手に入れたんだってぐらい、まあ、いろんな料理が並んでます。あ、止める。バカ止めた。止まりできてる。